このサイズで 120W 出せるんですよ。僕前ハイパーなんだっけ、出雲の金本です。僕が普段持ち歩いている、USB-C AC アダプターはこれ、ハイパーのハイパージュース PD100W ですね。まあ、USB-C2 つから 100W を最大マックスで出せて、あと後ろのこのプラグが、まあ、折りたたみ式なんですけれども、ここにさらに海外用のアダプターを挿したりもできる。で、僕がこれを買った時って市場に USB-C100W 出せるアダプターがこれしかなかったんですよ。なのでクラウドファンディングで8000円ぐらいかな、出してこれ買いました。もう今これ日本の市場だと1万円ぐらいしますし、もっと安くていい AC アダプターもたくさんある。はい、僕はもうこれとあとこのクラブ 3D の USB-C ケーブル、これ 240W まで電源が通せる、結構強いケーブルなんですけど、この2つを持ち歩いてればどんな USB-C 機器だろうがまず必ず充電できる。これがあればスマートフォンだろうがゲーム機だろうがタブレットだろうが PC だろうが、もうとりあえずこれを持ってれば絶対充電に困ることはまずない。何かしら充電できるっていうので、この2つの組み合わせだけは絶対カバンに入れてる。まあ、他にオプションがね、たまに USB-A とかあったりするかもしれないですけど、まあ、それは全然オプション。この2つはもう全然持ってます。はじめまして。ギズモード編集部の翔太です。今日は、自分が使ってる充電器の紹介っていうことで、まあ、この会社とか来たりとか、そういう外で作業するときに使ってるのは、このアンカーさんの736の充電器使ってます。これ100W で、僕、MacBook の Pro の M1 Max のやつを使ってるんですけど、まあ、これが編集で、まあ、かなり重い作業するときに 100W ぐらい必要っていうのを見て、Apple の充電器って重たいじゃないですか、でかすぎて。だから、このアンカーのちっちゃいやつがいいんじゃないかなと思って買ったんですけど、まあ、買った瞬間に 120W のなんか細長い、ゲルのやつが出て、ガンのやつが出て、それでなんかちょっとショックを受けたんですけど、まあでもこれ結構気に入って使ってます。家ではこのアンカーさんのドックステーションを使ってます。モニターを今2つ使っていて、外付けで、そのモニター2つに出力がなんかどうしてもできなくて、でなんかちょっと不便だなって思ってた時にこれに出会って、これ 85W ぐらいなんですけど、まあ、よく結構在宅ワークとかで結構便利に使えてます。ギズモード編集部の佐藤です。充電器は大きいのこのマックス 100W 出る充電器使っていて、ちょっと今は変わっちゃったんですけど、16インチの MacBook Pro メインで使っていて、まあ、それなんで 100W はまず出てます。そうだなと思っていて、 100W の、まあ、こいつ選んだろうと、純正のMac Apple の 100W の充電器ってめちゃくちゃでかくてめちゃくちゃ重いじゃないですか。とにかくまあ買い替えたいなっていうので、まあ、その中でこいつ結構安かったんで、まあ、こいつ選んだのと、まあ、C2 つと A2 つで、まあ、ポート数も多いし安いし、まあ、コスパいいかなと思ってこいつを選びました。まあ、ポート数1とか2つぐらいの軽いやつをちょっと探していて、まあアンカーもいいし CIO とかも結構いいかなと思っていて、すごいコンパクトで 65W が出るやつあるじゃないですか。ああいうのちょっと別で買おうかなってちょっと思ってますね。はい、遅刻してきたリチャードです。スタッフの方にめちゃくちゃ大迷惑おかけしてます。普段何使ってるか、アンカーの737チャージャーです。このサイズで 120W 出せるんですよ。僕前ハイパーのやつです。多分金本さんが使ってるやつ、あれ前使ってたんですよ。であれ 100W でこのぐらいのサイズなんですけど、これはそれよりもちっちゃくて 120W 出せるんです。でしかもこれガンプライムっていうアンカーの新しいプチカガリウムの技術を使ったもので、一個一個ちゃんと大電力流せるんですよ。だから僕の場合この Mac 使いますし、それを給電しつつこのスマホピクセルを充電して、でピクセルワイヤレス充電できるので、このピクセルパッドをプロの方に置いて充電するんですよ。もう一個、まあ、もう多分なんかスマホがあって、それをこの3股の C で充電しながらライトニングでこれを充電して、もう一個の USB-C でまたこのピクセルウォッチを充電するみたいな、もう超多デバイス人生においてこの大電力スモールサイズは欠かせないです。アンカー737使ってます。以上、ギズモード編集部4名の充電器でした。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。で、自分が使っている充電器もすごいぞっていう方はコメントも残していてください。見てます。それでは、ギズモードチャージャーシリーズ See you!